文化財保護のため解体修理をしている浜松市天竜区春野町の秋葉神社の神門で、江戸時代の職人が書いた落書きが発見されました。女性がスマートフォンのカメラを向けているのは1枚の板。表情がすごくいいですよね。本当に優しい表情で穏やかな感じですね。写真に収めていたのはカンナを使う大工、そして鍋を持ち赤子を背負う女性の姿。この2つの絵は江戸時代の職人が描いた落書きです。ここを作られた菅野匠の大工さんがですね、仕事の合間に遊び心を持って描かれたというふうに思います。やはり当時は墨で図面も描きましたので、こういう絵も当時の皆さん方がお描きになったというふうに思いますけれども。秋葉神社神門は宮大工立川流棟梁の富正により江戸時代後期の1831年に建てられ、1943年の大火を逃れた神社に唯一残る江戸時代の建物です。建造からおよそ200年が経ち、地面の沈下や建物全体の傷みが進んだため、解体して修理をしていたところ、屋根裏に貼られた化粧板からこの落書きは見つかりました。秋葉神社は先週、修理の様子とともに発見された落書きを一般に公開しました。ね、お釈迦様と虫子とか両方書かれてますけどね、すごい、ね、落書きにしてたらすごく高尚ですよね。見学した人たちは、建立当時の職人たちの遊び心に思いを馳せていました。